実況させてもらってます、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、コナミのですね、頑張れ五右衛門からくり道中ですね。こちらをね、ちょっとやっていきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。そうですね、これもコナミの名作ですよね、これね、もうね。頑張れ五右衛門ね。第一作目ですよね。はい。まあでもこのゲームよりもね、アーケード版でもっと古いね、元祖の五右衛門が出てるんですけどね。はい、実はね。このゲーム第2弾なんですよね、実はね。はい。ファミコンでは第1弾ですけどね。ゲームセンターでね、ミスター五右衛門っていうのが出てましてね。そっちの方が先なんですよね、実はね。じゃあこちらやっていきますね。シロックマン、ツッコミゲーム実況、汁元オン。はい、来ます。すげえ懐かしい。これもね、僕あんまり上手くないんですよ、このゲームね。そんなに上手くないですよ、正直ね。あんまり4面が最高かな、最高4面ぐらいまでですね。この辺なかったっけな、これ謎、あ、あった、そうそう、ここにあったのなんとなく覚えてるんですよね。通行手形3つ取りゃいいんですよね。じゃあクリアできるんですよね、その1つのステージはね。まあ、通行手形を探すゲームって感じですよね、これ。言うたら。ここは取れんでもないんや、通行手形。これなんかあったっけ、ここ。ああ、いいわ、別に。音楽いいっすね。飛び道具ですよね、これ。あ、走るのが速くなるんですね、あれ。あれ取ったら。旅みたいなの取ったら。いや、こいつは無視しよう。はいはい。あれ、薬の銀次ですね、さっきのやつはね、確かね。よいしょ。これ飛び道具ですよね、これ取ったらね。これの店は何の店やったっけ、若い者、博打をやるかね、いらんわ。博打なんかいいわ。あ、しもうた！かわいそう。お客さん、お泊まりですか。いい。まあいいや、もう。寝てもいいや、別に。もったいなかったな、ちょっとでも。はい。これ何やったかな。はいはい、あ、これ走、さらに速くなった。あ、しもうた、もうまたやってもうた。あれ、殺したらあかんねんて。あ、バグってるやん、おい。あ、やばい。バグってる、おい。あ、あかん。これはちょっとさすがにバグりすぎやな、これ。あ、もういい。これすぎやっつうのに、ほんまに。つかないしさ、おい。はい。もう、またやり直しかよ。もう、なんかこのパターン多くない？バグるパターン。いい加減せえっつうのに、ほんまに。もう、ファミコンボロくなってんのかな。ああ、もう何から取んねん、ボケが、ほんまに。ああ、取れんかったやん、俺。ここやな。もう、バグるのだけはほんま勘弁してもらえる。実況やってる時に何回起きてんねん、ほんまに。4、5回起きてるやろ。もっと起きてるな。他のゲームでも何回も起きてるんですよ、こういうね。やってる途中にバグるっていうことがね。コンディション悪すぎるやろ。あかんな。掃除した方がいいかな、本体とか。カセットのカートリッジとかね。一
応ね、倉庫に置きっぱでね、保存してますから、うん、ほこりがかぶってるとこだよな、多分ゲームの本体とか。あ、死んでもうた。まさか一面で死ぬとはな。これ最高3面ぐらいまでだと思うんですよ、僕はね。あと3面じゃ4面か、4面まで行った記憶あるんですよね。それ以降はなんか進んだ覚えないんですよね。これ確か何にもなかったよな、ここはな、向こうまで行ったってな。あ、どこ売ってんねん、おい、ボケが。これなんだ。あんまり上手くないですからね、僕このゲームは。あ、なんかこれあるなぁとは思ってた。端っこってなんかあるんですよね、このゲームね。あ、そうか。靴取った方がいいな、これな。やっぱ下、もう一回下行った方がいいわ。さすがにこれ遅すぎるわ。うん、遅すぎるし、これ、と、ねえ。これはちょっと厳しいな。これじゃあちょっと厳しい。やっぱ下行った方がいい。まんべんなくね、行った方がいい。このゲームも結構長丁場ですよね、本当に。結構長丁場なんですよ。いろいろやることがあってね。はい。あ、これ。5000点か。この下もう一回行こう。旅とか取った方がいいね。何回ナンパしてんねん、こういうもん。女もナンパしてるよね、あれね。うん、これね。うん、で、1000点獲得してるんですよね。彼女をゲットしてるようなもんでね。うん。何回浮気しとんねん、みたいなね。そういうふうに受け取りますよ、僕は。五右衛門にはたくさんの彼女ができちゃった、みたいなね。ここは何もなかったよな。ここは何もなかった気がするけど。食べ2つに、あー危ね、潰すとか、死ぬ、殺すとか言ったら、彼女を殺したらあかんよね。うおー、何回もナンパしてんな。ナンパしまくりやな、このゴエモンちゃんは。スリの銀次やね、これね。これでやっと上行っていいと思うと思う、いいと思うんですよね。上やっと行けると思うんですよね、これでね。結構敵いるな、これ。結構敵おるな。スリの銀次やね、これ。敵多いよね、このゲーム、意外と。こっち行ってないよな。こっちは行ってなかったと思う。はいはい、ナンパ。めっちゃ速くなったな。この端も、こっちの端もあったんちゃうかな。あったと思うけどな。はいはい。そういうの現地ね。あ、足元。もう何人ぐらい彼女を捕まえたよ。ここなんかあったんちゃうかな。やっぱあったんだ。手形一個も取ってないんちゃうな、まだ。ここも取ってない。あ、ここ入ったとこか。最初に。これちょっと待って。これいらない。これあれか。一番最初のとこか、これ。ちょっと待って。こっちの、一番こっちは行ってなかったんやったっけ？一面も長丁場やなぁ。もうね、すごい久しぶりなんでね、忘れてるんですよね。ここなんかあったっけ？入ったとこかな、これもまた。あれ入ったとこやんか。ちょっと待って、どういうこと？ちょっと待ってよ。これあれか。行ったり来たりするだけか。上と下を。そういうことか。あの、迷宮みたいなのあったよね、どっか。ここちゃうな。なんか迷宮というかね、あれよ、3D 迷路みたいなのがあるんですよ。
それをやるステージがあるはずなんですよ、どっかに。店、ね、店っていうか、建物の中入ってね、やるんですよ。で、手形が手に入るんですよね。こっちか。これかな。違うな。危な。ダメージ受けるとこやった。これちゃうよな。これもちゃうな。やば、ああ、しまった。結構食らってんな、ダメージ。ここ。ここ入ってみようか。これ反対側行くだっかな、これも。もしかして。なんもないやん。これ、向こう側も行けないもんな。なんもないやん、ここ。どうするんやったっけ、これ。もう全然忘れてるよ。こっち上は何にもないってことや。下やな。下ってことや。下行けばっていいってことか。下か。このどっかの店にあるんか。若いもの、爆地。爆地いらんつうね、そんな。そんな暇ないわ。忙しいねん、こっちは。こっちは忙しいんじゃん、俺。お客さんお泊まり。まあ、泊まっても絵がやばいから。これ、跳落できんのか？できないか。はい。ちょっと待ってよ、どうすんの？手形一個も取ってないぞ、まだ。ちょっと待って、これ。入れないもんな。どうすんのやったっけな。全然わからんけど、一面わかんないよ、俺。そうなの、そうなんです。僕ね、このゲームに結構苦手なんですよ。わかってないんですよ、あんまり。意味がわかってないんですよ。手形3つ集めるとこは知ってるんですけど、その、どこにあるかまでは知らないんですよね。あ、しまった。口はええって、いらんと思う、こんなもん。やるかい、俺。こんな暇あるかい、ボケが。ぶっ殺すぞ、この店員を。ここの奥には秘密の通路。あ、これや、これ。やっとや、見つけたよ、俺。そう、これや、これのこと言ってたんや、俺。これ適当に言ってたら取れるんですよ、これ、確かね。適当でいいんですよ、ここはね、確か。適当でいいと思うんですか。ですよね、結構ね、後半になってくるとね、後半というか1面もまだいいけどね、2面3面になってくると迷うからね、分かんなくなってくるんですよ。地図でも書かないと複雑になってくるから。とこれ、あそこか。あ、これそこか。でもこれ地図見ても分かんないよね。どこに、どの方向に今いるのかがわからなくなるから、遠くなったな、余計に。っていうことは、こうか。こう行って、どこへ今。あ、今か、こっちで。で、こっちか。どういうことや、ちょっと待って。また戻ってるやん、これ。これどこや。あ、出れた、出た。でもな、苦手なんですよ、あの迷路ね。これいいや、とりあえずいいわ。あ、そこでか、買っちゃうか、もうわからんから。これセレクトやったっけ、選ぶの。どうやるんやったっけ、こっちか。あ、間違えた。え、ちょっと待って、どうやって選ぶの、これ。どうやって選ぶんや。セレクト、スタート、スタート、スタートボタンちゃうな。AB ボタンか。あれちゃうな。あ、これ一回出なあかんのか。選ぶのもう一回。スタートボタンかな。違うな。LR なんかないしな。こっち。これ。あ、B ボタンかいな。え、通行手形取ってないよね、今、迷宮で。取ってなかったよね。
出口出てただけや。ちょっと待って、もう一回入ろう、じゃあ。撮ってないよね。あれ、ちょっと待って。あ、それ、撮ってないわ、やっぱり。撮ってないわ。出口出ただけや、今のはね。いや、一面でこんな手こずる人なかなかいないっしょ。どんだけ苦手やねんって話やね。こっちやろうな、多分。あ、これや。やっと取れた。で、これこっち行けばいいんやね。あと、また反対側行けば。よかった。これで、二つか取ったらいいってことか。これ二つやったっけ？三つじゃなかった。二つか。二つ取ったらクリアやったっけな。こっち行ったらゴールじゃん。すげえな、一面15分もやってるよ、おい。あ、またや。またやんか。どこにあんの？あともう一つ。やっぱ三つやったんや。もうしょうがない、これ。そこら中をさ、そこら中、あれしよう。あ、あった。こんなんわかるわけないよな、こんなの。誰がわかんの？こんなの。こんなとこに通路があるなんてさ。ま、でも、手形じゃないやん。手形じゃないやん。買うか、もう。めんどくさいから。あともう一個。その方が早いわ。買おう。もう買うしかない。買おうや。これ一面でこれですからね。ほんとに。こっちやったら店があったの。いっぱい店があるの。この一面の間にどんだけの彼女を捕まえてんだろう。どんだけの彼女を捕まえてんのって思いますけどね。手形って1個しか買えないんやったっけ。あ、買えるね、やっぱり。はい、これでクリアですよ、やっと。だから要するにね、金集めて手形買ってクリアするって感じじゃないですよ、分かんないときはね。そうするしかないですよね。ああ、もうダメージを受けてまでして彼女をゲットしたんだ。ああ、やばい。これでやっと一面クリアですよ、ほんと。うわ、17分もかかってんね、一面クリアすんのに。ほんとにね、あれですよね。うまい人にとっては何やってんねんって話やんね。